那須川天心、那須川天心、那須川天心にだけは喧嘩を売られたくない KTC 放送局です。暗い。ちょっと明るい。花粉症舐めてんだろおめえら。ぐはは。あのね、花粉症舐めてる人が多すぎますよ、本当に。僕はですね、重度の花粉症にもう何年悩まされてんだろう、5、6年ですか。ちょっと何年か覚えてないんですけど、急に発症したんですよ、本当に。まあ高校生の時とかはそんななかったですよ、そんな俺花粉症なんて。急にね、来ました。で、そっからというもの、加速度的に症状がひどくなってて、もう今ではお医者さんが、もう薬全然効かんねえって君は。もう手術するほかないねって言われてるぐらい、もう重度の花粉症です。何今。何今の。なんかいるこの部屋、ほんと。怖っ。リュック動いた、リュック。リュック動いた、俺。ちょっと待って待って、なんかいるべ、この部屋。寒っ。気持ち悪っ。花粉症の話してるときにホラーなことしないでくれる？怖っ。何？ちょっと待って、リュックめっちゃ動いたけど大丈夫今。え？ちょっと待って、これ花粉症の話、ちょっと一回止めるわ。除霊完了です。気持ち悪いなこの部屋本当に。なんかちょこちょこ動くんだよね、物がね。トイストーリーかよ。トイストーリーのルール知ってっか、人間が見てるときは動かねえってルールだからな。アンディが来たらみんなお前定位置に戻って、だからなお前。バズライトイヤーとかも打ってこうやってやったときにアンディが来たから、だからなお前この野郎。というわけでですね、花粉症をね舐めてる人が多すぎますよ。なんかね、本当にね、地獄っすよ花粉症って。発症してひどくなればわかると思いますけど、僕も本当手術進められて、去年手術行ったんですよ。2時間並んだんすよ。レーザーで鼻のね粘膜焼き切ってやろうと思って行ったんですけど、2時間並んだ挙句に、あなたもうアレルギー反応を起こしてますね、アレルギー反応を起こしちゃうともう手術できないんですよ、とかレーザーで焼き切れないんですよ、また来年来てくださいねみたいな感じで言われて、俺の2時間はどこへ行ったんじゃ、俺の2時間どこへ消えたんじゃ、なあわしの2時間返してくれや。ずっと並んで、他の内科の患者の風邪がうつる、うつらないの瀬戸際に立たされて、俺の2時間返してくれや、俺は。袖の若さだと俺は、2時間もっと有意義に使ったよ。ねえ。もっと有意義に使ったよ、ね、俺、2時間。手術できないって若さら、先に言ってよ、そうやって。ねえ、下調べしなかった俺が悪いけどさ。ねえ、2時間あったらカップラーメン何個作れるの？ねえ、3分でできるカップラーメン何個作れる2時間で。ねえ、ほんと時間無駄にしたよ。カップラーメンめっちゃ作れたじゃん。60個はできたよね。ええ。36318で180分だから、40分オーバーか。ね。まあいいや。で、花粉症ちょっとね、ほんとに辛いんですよ、今。まあ、声聞いていただければわかると思うんですけど、本当につらい花粉症。なんかね、たかがちょっと鼻がムズムズしてくしゃみが出て目がかゆくて
ね、それぐらいでしょってね。花粉症ぐらいでお前、最近の若いやつはね、どうとかって言う人いるでしょ。ああ、お前なってみろや、お前、マジで。本当に花粉症。いやいや、軽度の花粉症ぐらいで、いや、俺も花粉症だからわかるよっていうやつ？おい、しゃらくせんだよ。重度の花粉症なってみろって。俺、杉ヒノキなんですけど、もう地獄よ。本当に。この世からね、もう一本残らず杉のヒノキね、もうほんと消し炭に変えてやりたい。と消し炭に変えてやりたい。ほっと消し炭に変えてやりたい。ヒスギ、エンドヒノキ。もう苗字に杉ってつくやつ、みんな消し炭に変えて、それは全然もうとばっちりですよね。逆恨みです。はい。もう本当に。ねえ、もう育っちゃうと、もう相棒の杉下さんもね、やっちゃう。消し炭になっちゃうからね。俺相棒好きだね。あー、イラつく。でも、かゆいのも、もう頭とかもかゆくない。もう春になるともう、風呂入ってるよ。風呂入ってる。風呂入ってるけどかゆくなんのよ。なんかもういろいろかゆくなんの。もう本当に、喉もかゆいから、俺喉、もう喉爪でかいちゃうのよ。本当に手突っ込んで。だから喉から出血してくからね。ほとんど、いつも。かゆくてかいちゃうの、喉がもう。やべえよ、もう本当に。もう、あれぐらいなんかもうオーバードーズだよ。完全にもう俺、OD だよ。もう、本当に。効かねえからもう OD だよ。本当に。もう、用法、用量守ってねえよ、こんなの。効かねえんだもん、だって。アレルガラも、アレグラのもうが、アレロックのもうが、クラリチンのもうが、何飲んだって変わんねえよ、もう、本当にもう。ちょっと薄まるかもしんないけど、もう、本当に。一回あまりに辛いから、鼻の中にアルコール消毒液さ、もうトイレでぶっかけたね、あーって、そうしたらもう、地獄。もう、この世の生き地獄。もう、あーって感じ、本当に、もう、こう。しかも一回鼻の中にもうアルコール消毒液ぶち込んだら、もう取れねえから、そうやって、ほじくろうが何でしょうか、もう地獄。ここがもう、ここからもう、ここが爆撃を受けたみたい、中から。地獄だね、あれは。本当に。もう、傷ついてる粘膜にもうアルコール消毒液がキキーンって、もうキキーンって。あれだけは絶対やっちゃいけないことだと思います。だからね、本当にね、もう軽度の花粉症でね、いや、俺もわかるや、俺も花粉症だからさ、でも大したことねえよ、気合だよ、気合が足んねえとか言ってるやつ。ああ、お前、本当にね、舐めすぎ。気合じゃ治んねえし、気合じゃ症状は軽くならないから。よくいるよね。根性論とかね、昔のあれ信じてる人、もう部活動とかスポーツで水飲むなとか言ってたような連中よ。ね。あの根性論、何の根拠もないね、話をね、やたらもう、得意げに振りかざす系の人たちね。で、花粉症とかも本当に、最近の若いやつは本当にもう、ちゃう、やわだから、ね、免疫がねえから、ね、ほんとそんなんでね、もう俺らの時なんか花粉症なんて言葉なかったからね、とか言ってる親父ね。もう俺らの時はさ、もう、その外自然で遊んでたから、もう免疫がついちゃってっからね、とか言ってるやつね。たまたまお前になってないだけだからっていう。たまたまお前になってないだけだからっていうね。普通に外で遊んでて、お前と同じ年代のおっちゃんが花粉症に苦しんで、ね、もう死にそうになってるやつとかめっちゃいるからね。井の中の蛙よっていう。お前は蛙じゃ。ね。お前、井の中の蛙じゃ、お前はっていう。何が、お前、外で遊んでたから免疫ついちゃってから、最近の若いやつは外で遊ばねえからよって。遊んでたわ、ボケーこらっていう。昔は平気だったんだよ、俺も。急に殺傷したんだ。急に発症。殺傷じゃねえや。殺傷じゃねえ。殺しちゃったよ。急に発症したんだよ、俺。急に発症したんだ。かいかい。あ、イラつく。あ、イラつく、ぶっ殺し。あ、もうイラつく、誰かで構わずぶっ殺し。おお、失言じゃ。本当にもと花粉症つらい。ほんと花粉症って胃炎とか起こすからね。つらすぎて花粉がもう効きすぎて胃炎、胃腸炎とかストレスとかでなっちゃったりするんだよ、俺、本当に。花粉の時期になると、俺、胃潰瘍になったりするからね。それぐらいストレス溜まってんですよ、花粉のせいで。いや、なんか樹齢30年超える今年から、本当に花粉やばいらしいよ。杉、
の木ってなんか樹齢30年超えると花粉をなんか多く分泌するっていうか飛ばすらしいですよ。で、今年から日本に植えてある杉の木の90%以上が樹齢30年を迎えるっていう噂もあるし、もう最悪の年ですよね。これからもうカタストロフですよ。これからもう終局に向かっていくわけですよ、もう日本は。杉とヒノキのせいで。下手したらこれ、あれだぞ、多分。デモ起きる、デモが。デモを起こしてもしょうがないけどさ。でもこれね、それ急にきついんだよ、本当に。もう。よくね、言うんだよ、本当によく言うやつ。これも花粉症の人がぶっ殺したいランキング1位の、ね、やつの特徴していただきましょうか。花粉症なの？ああしたらなるんじゃないの？杉の木のさ、枝折ってさ、鼻に突っ込んどきゃなるんじゃね？これ、もうワースト1。これ言うやつ、もうみんなもう本当に花粉症の人がぶっ殺したいランキング、もう文句なし、堂々ダントツ1位、これ。杉の木の枝折って鼻に突っ込んだけど治んじゃねみたいな。治るか、ボケ。つまんねえわ、もう。つまんねえわ、もう。なんだお前ら、それ。面白いと思って言ってんの、お前。ねえ。クソつまんねえよ。いや、そんなにきつく言うことじゃないけど、もうね、飽き飽きしたよ、なんかもうそのボケ。もうなんならもうボケじゃないよね。もう鼻にね、杉の木の枝突っ込んだら治るんじゃねとかね。まあ治らないのは分かってるけど、つまんなっていう、しつごっていう、これごめん、言ってる、俺言ってるわみたいな人いっぱいいるでしょ。 もうよう言わんでくださいね、それ。本当にもう殺意しか芽生えないんで、もう。 嘘嘘、そんなんじゃないけど、本当にね、辛いの、花粉症辛いの、本当に。でね、花粉症危ないの、本当に。俺一回高速道路運転してて、もうくしゃみが止まんなくて一回死にかけたことあるからね。アクションって言ったらもう目の前の車がもう目の前に迫ってたっていう。目の前の車とか、前の車が目の前に迫ってたっていうね。時ありましたよ、本当に。怖かった、あれ。あー、危ねえっていうね。よかったよね。杉の木は燃やしてまえ。杉の木は燃やしてまえ。ヒノキの木は金太郎の木。う 杉の木は燃やしてまえ。もう、日本中の杉とヒノキを燃やしてまわれ。ヘッズども。いや、燃やすな。山火事になるから。切れ。切りまくって、そして踏み潰せ。踏み潰した後に、枝を折って鼻に突っ込め。起こしてるよ俺は今。わ かると思うけど、今の感じで。もうね、辛すぎてね、パニック起こしてるよ。というのもね、もう夜中なんだよ、今、本当に。今、夜中なの。眠れないの。もう、鼻が詰まって苦しくて、仰向けになりゃ苦しくて、喉はかゆいし、目はかゆいし、鼻水は止まんねえし、もう寝れないの。明日仕事だけど、寝れないの、もう。イラついて、今にもこのタブレットの画面ぶっ壊したくなってんだよ、本当にもう。わかる？このイライラ。もう女性の毎月のそれと同じぐらいイラついてるよ、俺は本当に。もう理不尽に切れるからね、今ね。本当に。何この。花粉って何なの、もう。ねえ、何なの、おしべとめじめ。ねえ、花粉飛ばさなきゃお前ら受粉できねえの？ねえ、歩けよ。飛ぶなよ、歩けよ。陸路から行けよ、お前ら。なんですぐ空路を選ぶの？ねえ、羽田から乗ると高いよ。ねえ、成田から乗った方が安いよ。成田から乗った方がさ、
で、労力考えても絶対成田からどんな子安いよ。羽田からだと結構高いよ、ツアー。で、羽田からだいたいフライトしていくかと、もう金持ち、もう。ねえ、朝早く起きてでも、成田から行った方が安いよ、海外は、もう。ああ、鼻が苦しい。しかもね、花粉の時期ね、鼻が詰まるでしょ？カラオケ誘われてもね、行きたくても行けないの。だって歌えないんだもん、鼻が詰まってるから。声が出ないんだもん。常にこの鼻の詰まり、この状態だからね、ほとんど。たまにスーッとするときあるけど、常にこの状態だからね。歌おうか？いらない何も捨ててしまう。このままさまよ続けましょう。花粉症の時に鼻がスーッとする方法を教えますよか。カラオケでこれ使ってください。どうしてもカラオケ行かなきゃいけなかった時。まずここを押さえます。で、まず押さえる前に、息を思いっきり吸い込んで。思いっきり吐いて、吐き切ったら、死ぬ間際まで息を止めるっていうね。したら見て、鼻があれ？鼻詰まり治った。めっちゃ。は？すごい。ほら、鼻詰まりの治ったでしょ、声。ね？行くよ。あと10秒ぐらいで元に戻るけどね。ほら、鼻詰まり治った。眠れない。いいか、この動画見た人、絶対にもう鼻に杉の木の枝ぶっつね、ぶっ込んだら治るんじゃねっていうのもう言うなよ。いいか、絶対言うなよ。なあ、これは前振りじゃねえぞ。絶対言うんじゃねえぞ俺に。杉の木の枝鼻にぶっ刺したら治るんじゃねえって絶対言うなよ、マジで。本当に。イラついてる時にあれ聞くとよ、本当によ。あと、最近のね、こう若い子はやわだからね、外で遊ばないから、それですぐね、そういうやわ、体質がやわなんだよねってね。あの根も蓋もねっていうか、何の根拠もね、あのクソみたいな理論を振りかざすんだよ。何のソースもねえこと言うな。外で遊ぼうが、中で遊ぼうが、なるやつはなるんだよっていう。
うん、昔と今を比べるのやめろよっていう、うんうん、花粉の飛ぶ量が増えただけなんだよっていう、うんうん、ふざけんなよこの野郎、本当によムカつかせんじゃねえぞこら。杉、ヒノキ、おい、これ20分間話してるけど、実質ちゃんと話してるの5、6分だろ、これ。なあ、クソくだらねえ動画撮らせやがって、杉とヒノキの野郎。俺はもう切れたぞ。俺はもう切れたぞ。俺はもう切れちまったからよ。出すしかねえよな。出すしかねえよな。これ絶対動画、公共の電波で見しちゃいけねえもん、出すしかねえよな。ここまでこのクソみたいな話に付き合ってくれたお前たちにだけ特別見せてやろう。とくと見やがれ、テプラで打ち損ねたアガニマイ。あ、焦ってる人のデフォルメされた目がアになってる映像。あ、頑張って寝るね。ごめんね。ふざけ倒した。すいません。寝ます。頑張って。